たすら毎日修正から時間を空けてスマホで確認という感じで書いてるんですが、直す前と直した後どちらがいいのかわからなくなってしまい、改正する機会が全くありません。またおすすめの練習方法があれば教えていただきたいです。まあ、僕のおすすめなんですけど、もう修正する時間を決めちゃったらどうですか。こういうタイプの人ってもう多分延々と投稿できないんで、タイムリミットも設けちゃって、納得いかなくってもある程度修正したら投稿しちゃうっていう感じにしたらいいと思うんですけどね。とりあえず投稿しなきゃ話にならないんで、修正する時間を30分とか設定して完成してからね。だから延々と修正するのはもう意味がないとは言わないけど、納得いかなかったら納得いかないで、もうとりあえず世の中に出さないと。きついこと言うかもしれないですけど、絵ってもう言葉とか音楽とかと一緒で、世にパッて出さないと。だって結局絵ってどういうことかっていうと、自分の頭の中にある自分を表現するための僕はツールとしてしか認識してないので、うまくいかなかったっていうのは、例えば言葉とかでなんかニュアンスが伝わらなかったなって時とかもあるじゃないですか。それと一緒だと思ってて、でもそれくらいに考えていいんじゃないかなと思ってんですよ。例えばこのキャラ可愛いなっていう風なものを表現したいから絵をアップするんですけど、肩の形がおかしかったりとか後から気づいても、とりあえず上げちゃえでいいと思うんですよね。で、自分が伝えたいことって、なんかそのキャラクターが可愛いでしょとか、こういうシチュエーションどうってみたいな、ただやっぱ人に伝えるっていうツールとして捉えれば、そこまで完璧なものをあげなかったとしても、まあいいんじゃないかなって思うんですよ。まあもちろんお仕事とかだったら完璧なものをあげなきゃいけないんですけど、って考えた時に、もうこんなにやっぱ修正する必要なくないって思っちゃいますよ。練習方法はもう、だから投稿するのが一番早いんですよ。投稿したらやっぱ間違いとか気づいた時に後悔とかするじゃないですか。そういったものを次の絵とかに、こういうの気をつけようって直すのが一番いいんで、やっぱもう修正は本当にほどほどにしとかないと良くないかなって思いますね。だからもうガンガン気にせず投稿しちゃいましょうって思います。